エリス軍はアメリカが州国カンザス州に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,452人であり、2000年の27,507人から3.4%増加した。最大都市及び軍庁所在地は平図である。エリス軍は1867年2月26日に設立された。軍名は 第12連隊カンザス志願兵不評連隊のジョージ・エリス中尉にちなんで名付けられた。1942年にウォーカー陸軍飛行場がウォーカーの北西に建設された。第二次世界大戦中に B-29 の初期訓練のために多くの兵隊が駐留したが戦後解体された。エリス軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、 1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は1988年の住民投票で撤廃された。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積2331.96。 平方キロメートルである。このうち2330.76平方キロメートルが陸地で1.20平方キロメートルが水域である。総面積の0.05%が水域となっている。人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この都市は人口27,507人、11,193世帯及び6,771家族が暮らしている。 人口密度は12平方キロメートルである。5平方キロメートルの平均的な密度に12,078件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人96.10%、アフリカン・アメリカン0.67%、先住民0.21%、アジア0.82%、太平洋諸島系0.02%、 その他の人種1.31%及び根結0.89%である。ここの人口の2.37%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は22.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が18.40%、25歳以上44歳以下が25.20%、 45歳以上64歳以下が19.60%及び65歳以上が14.30%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は95.80人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.60人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は32,339ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,498ベイドルである。男性は29,885ベイドルに対して、女性は21,269ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は18,259ベイドルである。 人口の12.90%及び家族の6.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.20%及び65歳以上の10.00%は貧困線以下の生活を送っている。エリス郡は9つの郡区に分かれている。エリス及び平津市は政治的に独立。A ガバメンタリーインディペンデントとみなされ軍区向けの国勢調査外観から除外されている。以下の票内の人口中心は、もしかなりの数ならば、軍区の人口総計を含む最大都市である。参照、リスト・オブ・ユニファイド・スクール・ディストリクツ・イン・カンザス。ありがとうございます。